180オーバーの3人も上がってきているが、逆サイドだ、小池、熱いボールは決まったか、かなり高いテンションで入ってますね、はい、背後を狙ったボールですが、これはバックパス、いやどうだ、シュートっている、さあどこに出す、石浦、中央に入れてくる、狭いところに入った、シュートー、ゴールに向かっていくボールだ、鋭いパス、リックして深澤のクロス、ゴール、枠を捉えてきました。マセスバロン、あここに山本リヒトが行った、ポケット入った、左シュート、クロス、一番4対3、クロス、いやーバックリードしてるっていうのもあって、そんなに高い位置に取ろうとしてこないですね、はい、裏へのボール、小池純喜、折り返して、田中には3人いるぞ、切り返して新井瑞稀、決まった、ファーサイドだ、折り返してシュート、決まった、まもなく45分、ここも真ん中に山越し、新井瑞稀のクロス、入った、右隅に決めた、奪い返しました、おー入った入った入った左隅、ここも決めて、塩には杉本が入っている状況です。さっきから下げていって、右足振り抜いていきました、終わった、飛ばして山越、勝負した、山越かわした、マイナスの折り返し、裏に読んだ佐藤亮がそこを音にして逆サイド、取った、バスケスバイのパス、佐藤亮が森田を走らせます、森田からいいボールが出た、逆サイドバスケスバイロン、佐藤亮が同点、1対1、ショートのところはライン的が見るような形、その杉本入ってきて、まず繋がった、決定機で、やり直すところでね、中のボールを失うみたいなところありますよね。杉本抜け出す、クロスが入ってファーサイド、シュート決めた、ここから流れていきます。さあここからまず勝負に行こうという局面ですけれども、加藤も近くに入っていますが、クロスが入ってきた、ヘッド決まった、バターラインに入りました、新井から外に出します、新井が入ってきた、新井のクロス、中央決まった、うまく収めていって、さあここは抜け出していきます、新井瑞稀のクロス、中央だ、ヘッド流れた、バスケスバイロー、今昇格経験も持っています。さあ新井です、カットインしてのシュートが決まった、当てて前の新井、さあ1対1の勝負、藤原の勝負、中に入ってカットインからクロスだ、バスケスバイロンだ、ちょっとディフェンスの前浮いた位置にあのがいます、ババアいって、このあのが後ろに入った、バスケスバイロンだ、やれシュート止まって、巻いてくるボールですが落としたところ、さあここシュートを守りきれるか、ここは決めました、持ち上がっていって杉本のところ、前には池田、シュート打ってきた、谷口から開いていって左中入れてきます、さあ1対1になって押し込みました、90分、左追った、キーパーでるヘディングだ、スラしていきました、小池、お狙っていた加藤光健、石浦、中花と石浦大が前が空いた、シュートできた、平もいます、速いボール、平ーボールを受けて正面、花と収めてシュートは梶川のシュート、跳ね返って深澤が合わせた、少し時間がかかったか、新井仕掛けて、新井だ、後押し来た、シュートは決まった、
加藤ニアサイド、佐藤龍我もニアサイド、加藤コケすらして小池全然かからないですよね、はいはい、シュート前から行きます。間で受けた小池、外回った深澤、流し込んできました。さあどうか、ヘディングシュート入った。締める千葉の守備に対してなかなかボールを引き出せなかったですよね。新井のクロス、佐藤龍我広げて、新井チャンス、カットイン、新井だー、いやー、中盤でここ拾ってきました。ここはちょっと相手国際広げ、シュートは決まった。ここはちょっとここは入る時間になります。左上がっていきます、左に出てきました梶川、山口突破すると中地、ヘディングだー、飛び込んだ。河村突破、自分で行く、中に上げてきた、逆サイドボールが通る、ふわっと入れて、サコフルさあ、梶川からのボール、ヘディング決めた。うまくコントロールした佐藤亮が、左足で流し込んだ、森田こぼれていった、左足振る、サムラが打ちましたがまだある、浮かせたボール、ヘディングだ。ここから仕掛けるか、仕掛けてエリアの中こぼれてきて、石浦、さあこのボールは直し込んだ、同点。したいっていうね、そういうこう、まあコメントじゃないですかね。それでカードボール、うん、流れた、降りた、塩から運んでいきます、うん、ヘッドで打つ佐藤龍が、うん、打ち切れない、あ、そしてさらにセカンド森田が行って、さらに行った、決めた。河村ここも抜け出す、中に返していく、こぼれたところ押し込んでいく、坂野、深澤、深澤中に来てヘディング押し込んだ、佐藤龍我胸、どうだ。今度はショートコーナー、バスケツバイロン一つつないで森田、運動から向こう、押す、まあ、彼のところのフリーランからですからね、はい、速さ力強さがあります。変化つけてきて馬場のクロス、中央ヘッド、いろいろなところに顔を出す梶川です。さあそして右の深い位置から、ここからマイナスのボール、左足のシュート、こぼれている、右足だ、佐藤龍我、染野だ、染野から染野のシュート、ゴールだ、運動感をターゲット、谷口、川村切り返していく、クロスを入れて運動感のヘディング、上げてくるゴール前、深く上がってキーパーが出るが、こぼれてくる、決めた、押し込んだ、入ってくる梶川、その加藤蓮、逆サイド川村手を挙げてますよ、その川村、もっとボールを取ったぞ、さあ佐藤龍我決めた、